二都への友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、最近あの動画のコメント欄で、はい、ソシオニクスという、うんうんうん、ロシアで生まれた類型論16のタイプに分かれてみたいなの、類型論じゃないみたいですね。あれは類型論じゃないんですか。うんと、学問の名前、学問の名前、なんか、まあ、類型論かもしれないですけど、ユングが作ったわけじゃないですか。もともとはそうですね、はい、でそれを研究しようっていう学問がソシオニクス。あー、なるほど。いろんなのがあるじゃないですか。いろんなのがあります。いろんな人がいろんな研究をして、はい、それがこう学問なのでで、いろんな理屈があるって。なるほど、はい、でまたそれの動画を上げた時に、うん、はい、それのタイプ診断をたくさんやってるよっていう人からコメントをいただき、はい、この人とこの人はこんなタイプだよっていう指摘を受けて、うん、僕はこの違ったタイプだと自覚してましたっていう返信をしたところ、うんうんうん、あなたがそのタイプで自分が思ったタイプがそうだと思うならそれでいいんですけど、みたいなコメントが返ってきてですね、なんかそんな風にも思ってなくて、いやいや僕は一切空ではあるがタオだ、はい、一切空でタオがあると思っているので、どのタイプにこだわるとか何とも思ってませんみたいなので言われたタイプを調べたところ、うん、妙に不落ち感があってですね、うんうん、なるほどというのがあって、自分で一切空でタオなんです、はい、って言ってるうちに、はい、今日あのここに来る道すがら、はい、自転車で15分ぐらいなんですけど、今日あのここ愛知県西部地方とてもいい天気で、はい、雲一つなく、うん、太陽が差していてですね、はい、こうやって浴びてるじゃないですか、はい、自転車こきながら、うん、これだよなと思ったんですよ、はい、一切空でタオじゃんって分かんない、すごいなんかなんて言うんだろう、典型に満ちた、はい、なんか僕のために、うん、みたいな気分がしたんですね、はいはい、なんかこれ以上の幸せって何があるんだろう、うんうん、あ、ごめんなさい、僕なんかちょっと今薬やってるみたいですねなんかちょっと浮ついたこと言ってますけど、はい、まあこれ結構、うん、あ、でもそういうとこじゃないですか、僕それを幸せに感じろって話ですもん。なんかこれが結構触れるので今日はちょっとなんか気分がいい時だったのかもしれないんですけど、なんかそうなんだよな、なんか空っていうのはなんか、いや、なんか自分が思ってることってねえんだよ、まあ君すらないんだよって話かもしれないんですけど、ないって考えればないし、でも真理じゃないですけど、タオと呼ばれるようなものってあるよねって言われると、なんかまあそれもあるよなって思ったんですけど、うん、危ないですかね、僕は今病んでますかね。まあ、病んでるかどうか分かんないですけど、でもまあそういうことを言ってるんだと思うんですよね。その状態があれば幸せでしょって。そうなんですよね、うん、だからずっとその状態でいればいいじゃんっていうまあこれがね、うん、この辺ですよね、多分難しいのは、で余計なこと考えるから辛くなってくるんでしょというところで、うん、今日はですね、老子道徳教、はい、ロシアの文豪トルストイが監修し、うん、チェーホフのをよく訳す大学教授が訳したもの、うん、なので、なんて言うんだろう、より僕の中では素に近いもの、はい、うん、素に近いではないとは思う。あ、そうですね、翻訳されたもの、されたもので、多分世の中にあるのはみんな誰かが翻訳したものじゃないですか。確かに。なので、はい、そのトルストイ風なちょっと詩的な感じに気がしているものをちょっと紹介してもらいます、はい、今日はその中でも第1部の第5章ですね、はい、こちら老子道徳教第1部第5章、はい、拝読させていただきます、はい、天と地は人愛に満ちる存在ではない、うん、天と地は万物を藁細工の犬のように扱う、うん、聖人は人愛に満ちていない、聖人は農民たちを藁細工の犬のように扱う、天と地の間に存在するもの一切が鍛冶屋の不意語に似ている、それ鍛冶屋の不意語はうつろであるが尽きることがない、頻繁に膨らますほどそれだけ多く空気が放出される、多くを語る人は頻繁にしくじる、それゆえ何よりも中間を守るをもってよしとする。これね、あまり今多分ピンと来てないと思うんですね、うん、じゃあこれをこちら
バカボンのパパと読む老子、うん、これはあのドリアン助川さんという詩人ですね、うん、がちょっと紹介しているんですけども、うん、ドリアン助川さんの訳したものを拝読させていただきます、うん、天地に仁愛はない、万物を藁で作った犬のように扱う、うん、聖人に仁愛はない、藁で作った犬のように人々を扱う、天と地の間はちょうど冬後のようなものか、空っぽであるが力が尽きることはなく、動かせば動かすほど万物が生じてくる、うん、口数が多ければしばしば言葉の力は使い果たされる、心に保っておくのが良い。これもねちょっとピンとこないと思うんですね、はい、じゃあ、はい、ここで登場するのが、うん、バカボンのパパですと。バカボンのパパ役、我らがバカボンのパパ。天や地は人間に対してちっとも優しくないのだ、うん、あらゆるものは藁で作ったうなぎ犬のように扱われる、すぐに足で踏みつけられる、うん、どえらい人が大統領になってもやっぱりみんなに優しくないのだ、うん、やっぱりみんな藁で作ったうなぎ犬みたいに扱われるのだ、うん、でも天と地の間は冬後のようなものかもしれないのだ、どーんと空っぽだが宿る力がなくなることもないのだ、一生懸命に踏めば踏むほどあらゆるものがそこから出てくるのだ、その一方で、うん、わしらは口であれこれ言い過ぎてはいけないのだ、わしらは言葉が過ぎれば力が失われる、胸の中で適度に留めておくのがいいのだ、これでいいのだ、はい、なるほどと、うん、世間はそれほど甘くないって言ってるんですね、なので黙っとけって、うん、っていうこの稽古がなんかちょっと喋りすぎる嫌いのある私にですね、はい、うん、ちょっとピンときまして、うん、ま、体調はあまりこの喋りすぎてしくじるとかはないんでしょうね、喋、はい、りすぎてしくじるとかはあんまりないですけどね、はい、余計なことを言いすぎたみたいな、まあ、なんか喧嘩になったり、はい、言い合いになったりするとまああるかもしれないですけどね、でもなんかその私みたいに、うん、なんていうんだろう、このコミュニケーションの中で一部と思い、なんかこのああ喋らなきゃとか、うんうんうん、こんなこと聞いたら喜ぶかなとか、うんうん、喜ぶと思って、うん、みたいに、うん、まあちょっとトゥーマッチな、うん、トゥーマッチというかなんか言い過ぎやり過ぎみたいな、まあ、盛り上がると思って盛り上がると思って、うんうん、ってやったことがなんか私そんなこと思ってませんけど、うんうん、とか、うん、ああそういうふうに思ってたんですか、うん、みたいなことによくなるんですね、うんうん、でいや僕はこんなに愛に満ち溢れてるのに、うん、こんな空気になるんだ、だからそういうとこじゃないですか、そういうとこというのは愛に満ち溢れてるって思ってるけど、はい、そんなものはない、自然はまあ自然に流れていくものだみたいな、うん、うん、愛があるからどうこうじゃなくて天と地、自然は台風だって来るし、別に人間のことを考えて環境を整えてくれるわけでもないし、はい、周りも自分のことを考えて整えてくれるわけでもないしみたいな、あ、自然と流れていくものみたいな、ね、タオですねそれが、タオ、あっていうことは逆に、うんうん、自分をかばってくれないよ、かばってくれないよっていう話だし、そうだし、うん、なんて言うんだろう、嫌なことが起こったとしても、うん、流れていくんですよね、流れていくし、まあ言葉でコントロールしようとしても失敗するよみたいな話じゃないですか、たくさん喋るってなんか、はいはいはい、まあ、コントロールしようとしてるわけじゃないですか、だからそんなことしてもなんか失敗するよみたいな、そうですね、なんで自然みたいな感じじゃないですかね、まあ、なんで次々起こるし、うん、流れていくし、流れていくし、でまあ活発に動けばなんかいろんなエネルギー、まあ、動いていく、はい、周りは世の中はみたいな、ただまあ確かにコントロールしようとして多くを語るっていうのは、うん、やっぱりなんかあまりよろしくないような、うん、だから適度に抑えておく、心の中に留めておく方がというところですかね、うん、